今から19年前、三沢光晴が作ったノアのリング。自由と信念、三沢の理想は形を変え、今年新生ノアとして再出発した。かつて共に三沢の付き人を務めた両者の対戦がここに実現。ノアの象徴でもある箱舟の天才丸藤直道と、ノア生え抜き第1号でリングネームを三沢から授かった鈴木小太郎が、この記念試合で相まみえる。丸藤と小太郎のシングルマッチは過去に一度きり。世界に興味を持ったっていう鈴木が入場。あれから17年、それぞれの道を歩んできた2人が新生ノアのマットで成長した姿を天国の三沢さんに見せつける。三沢さんの付き人対決が旗揚げ記念大会のメインで実現。メインイベント、旗揚げ記念スペシャルシングルマッチ、丸藤直道 VS 鈴木小太郎。何度も何度も道場で汗を流し、知らぬ間に体に染み込んだ三沢イズム。その心を今に伝える三沢直系の2人、2人のノアが旗揚げ記念のメインで相まみえる。まずは鈴木小太郎の入場であります。一度は別の道を志し、再びノアへ戻ってきた小太郎。これからノアを背負っていく者たちよ、俺たちの姿から何かを感じよう。ノアで過ごした11年間をかみしめるように。兄弟子との約束の舞台へ、鈴木小太郎です。2002年3月19日、茨城県鹿島にて13分31秒丸藤の勝利。それが2人が交わった唯一のシングルマッチでした。それから17年と138日、長い時間を2人はリングの上に刻み込んできました。そしてついに今日2度目の一騎打ちを迎えます。あの17年前の一戦、鈴木小太郎はまだ青いパンツを履いていた。あれからいろんなことが変わっていった。でも変わらないものもある、残したいものがある。さあ小太郎、ぶつけ合おう。俺たちが信じた三沢イズムを。丸藤直道リングインです。本日のメインイベント、旗揚げ記念スペシャルシングルマッチ、60分一本勝負を行います。青コーナー GH ジュニアタイグチャンピオン190パンド鈴木小太郎。三沢イズムの継承者、今こそそれを証明する鈴木小太郎です。赤コーナー190番の丸藤直道。さあ俺たちの人生をぶつけ合おう、丸藤直道。レフリー石田修一。旗揚げ19周年記念大会のメインは丸藤対鈴木小太郎。三沢イズムを受け継ぐ両雄が一騎打ちであります。生中継でお届けしています後楽園ホール大会です。ゲストは小橋健太さんです。小橋さん、はい、いやいよいよこの2人の対決、まあ、小橋さんもやはりこのノアの先輩として感慨深いものあると思うんですが、いかがでしょう。はい、はい、うん、いやもうこの内容はね、うん、内容はもう絶対だと僕は思うので、この2人は、はい、はい、一瞬一瞬の一瞬の計算違い、一瞬の迷いや、うん、勝負を分けると思います。いや本当にもう紙一重なんでしょうね。はい、
さあ鈴木小太郎大きく息を吐きました。今ゴングが鳴りました。旗揚げ19周年の記念試合であります。二人のノアと言ってもおかしくないでしょう。丸藤と小太郎ともに三沢さんの付き人を務め、三沢さんの背中を見て育ちました。いわば丸藤が兄弟子、小太郎が弟弟子という関係であります。そうですね、年齢は小太郎の方が2つ上になるんです。1つ上ですね、はい、はい、そうなんですよね。キャリアでは丸藤が3年先輩なんですが、うん、年齢は小太郎が1つ上になります。小太郎はあれなんですよ、僕が膝の怪我で、はいはい、入院してる手術をした時にもうノアに入ったんで、うん、もう入ったの知らなかったんですよ。ああ、そうですか、はい、まあ、プロレスリングノアになって生え抜きの第1号選手がこの鈴木小太郎でした。さて解説は佐久間和彦さんですが、佐久間さん、はい、もう本当に純正ノア直系の2人の対戦ですよね。そうですね、2人の一騎打ちが2002年の3月ですか、はい、なのでこの時丸藤すでにもうジュニアのチャンピオンだったんですよね、で小太郎はまでデビュー数ヶ月ということで、はい、それ以来シングルがなかったっていうのが非常に意外なんですよね、なのでもう事実上ね、もう本当初対決と言っていいような絡みだと思いますから、うん、まあ本当新鮮な顔合わせですよね、なかったカードですからね、はい、目まぐるしい攻防になっています。ジャックナイフ、しかし上になったのは鈴木小太郎、抑え込んでいく。下から回転エビ固めで固めていくのは丸藤です。小太郎起き上がって、おっと肩がガッチリついている、肩を上げました。しかしまだついているアームドラッグ、ヘッドスタースを起き上がっていきます。小林さん、この辺りの攻防いかがですか。いいですね、こうキビキビしてますね。そうですね、最後のアームドラッグ、はい、あれは三沢さんがよく、はい、ですよね、僕と三沢さんよく、うん、やりましたね。これこそノアの試合という部分ですよね。今のアームドラッグ、綺麗なアームドラッグをできる選手がいるというところですよね。そうですね、鈴木小太郎はこの試合丸藤との一騎打ち、今やらないと後悔すると去年の10月から対戦を直訴していました。今だからこそジュニアとしてやり続けてきた力をぶつけると小太郎は話していました。まあ、鈴木小太郎は佐久間さん、はい、まあ、一旦このノアを離れました、まあ、そしてまた戻ってきたわけなんですが、この今まで外に出ていろいろ経験してきたことを、まあ、試したいという気持ちあるでしょうね。そうですね、まあ、本当にね、やっぱりタイトルも取ってきましたし、うん、丸藤はやっぱりいろんな団体に所属しながら出てきましたけど、はい、小太郎は違うフリーの立場になることによってね、いろいろな経験も積んだりしましたから、うん、そうやって違う道を歩んできましたけど、元の源流は同じであって、そうですね、違う道を得たことによって何が変わったのかというね、自分の成長を確かめる意味合いもあると思いますしね、ノアの戦いをさらにこう上のステージに持っていく戦いにもなると思いますから、うん、まあ、小太郎が丸藤と戦いたいという思いというのは非常によくわかりますよね。そうですね、ここもちょっと三沢さんのようなホームのフロッグスプラッシュです。丸藤は師匠三沢さんの影を追うようにジュニアからヘビーへ戦いの場を移しましたが、小太郎はジュニア一筋で18年間戦ってきました。そういったジュニアでやってきた意地もあるでしょう。ロープをくる、そう、今佐野さんファンデルを狙いましたね。そうですよね、そこに合わせて棒を放ってきましたね。しかしあのタイミングで合わせるというのが普通に簡単にできることではないですからね。いやいや、本当にプロレス頭ですね丸藤のプロレス頭、まあ、一瞬のひらめき、一瞬ですね、あいつらね、すごい、やはりこの勘がいいですよね、丸藤はね。小太郎のファンデル、確かにいつも出す技ではあるんですが、あそこでこう合わせてくるとは小太郎の頭にはなかったでしょう。さあ場外戦、丸藤から仕掛けていきます。鉄柵に振っていく、そしておっと背後から狙っている、ここも鉄柵を飛び越える要領で鉄パイプにフェイスクラッシャー、顔を叩きつけていった。弟弟子であります鈴木小太郎の挑戦を受けて立つ形になりました丸藤直道。この2人のシングル対決、過去一度しか行われていません。2002年3月のノア鹿島大会、丸藤がデビュー3ヶ月の小太郎に勝ちしています。17年ぶり2度目のシングル、逆水平です。走ってますね、いいぞ、いいチョップですね、いいぞ、
切れましたね。小太郎の胸切れました。そうですね、放送席の鈴木小太郎胸が切れました。ジョップで切れました。いいですね、いいですよ。すごい音がしております。おー、切れた切れた、頑張れ。いやー、まさにナイフのような切れ味。あっという間に鈴木小太郎の胸、鮮血がほとばしっております。その血を一瞬舐めました。鈴木小太郎やる気であります。一方こちらは丸藤、まだまだ涼しい表情でリングで待ち構えております。さあ次はどんな引き出し、どんなマジックを見せてくるか。力ずくでここは行きます。リストを掴んだまま逆水平、起き上がりこぼしの逆水平です。鈴木小太郎がちょっと苦しくなった。ご覧のように胸板鮮血が見えております。丸藤は深追いはしません。ここは冷静に挟み込むようなフェイスロックです。鈴木小太郎はノア生え抜き第1号。リングネームのこの小太郎という名前は三沢さんが名付けました。太鼓のように打たれ強く、打てば響く選手になってほしいという思いを三沢さんが込めました。まあ、名前通り打てば響きますよね。そうですね、そういう選手になりました。はい、まあ、鈴木小太郎はこの名前が三沢さんの僕の唯一の形見なんだというふうに話しております。また逆水平、快音が響き渡ります。そしてジャンピングバックエルボー、このあたりはもう丸藤の流れだ。バックに回る、着地しました鈴木小太郎。ロープを送っていく、ここでビット、小太郎のビットです。ようやく得意技が一つ決まりました ね、 そうですね。あの最初にファンネルを切り返されているので、はい、得意技を仕掛けるのにちょっと、ね、躊躇があったら困るなと思って見てたんですけど、うん、しっかり、ね、自分の技いけたので、うん、ここから小太郎も、ね、リズムを取り返してくると思いますよ。はい、対角線仕掛けていった、ジャンピングに、そしてセカンドロープに登って、地獄のダントンダイ、これは鈴木小太郎の得意の流れ。鈴木小太郎の反撃開始か。先ほど失敗したファンネルを狙う、しかしここも切り返してきます丸藤。リストを掴む、ハンマーロックの構えでコーナーマットに叩きつけます。そしてそのままアンブリカー、丸藤が腕を狙っているでしょうか。メインイベントで行われています、丸藤直美氏対鈴木小太郎のシングルマッチ、17年ぶり2度目の一騎打ちであります。腕をねじってブレインバスターの構え、ここは力が入ります。ロープ越しの攻防になった、丸藤がエプロンです。そして何か丸藤が狙っています。この距離で何があるか、おーっと、バンサータタック、トップロープを踏み台にしてブファドーラ、ムーンサルトアタックです。若手時代によく使っていた、そうですよね。それをこの旗揚げ記念日に出してくれというところはなかなか憎いですね。最近は見せないこのロープからロープへ渡るムーンサルトアタック。そしておっとケプラータか、しかし足を引っ張った、小太郎が足を引っ張って場外に引き込んでいきます。ここから鈴木小太郎がスルスルっとリング内に旋回しました。そして助走をつけてエルボー推進だ、三沢殺法エルボー推進だ、素敵な一発が出ました。まあこの三沢さんの技を多く使います鈴木小太郎、エルボーやタイガードライバーは三沢さんのプロレスを世に残していきたいという思いから使い続けています。まあ、こういったこだわりの三沢殺法も佐久間さん、この後飛び出してくるでしょうね。そうですね、まあ、小太郎はね本当に自分の武器にしっかりしていきましたよね。ただの真似ではなくて、そうですね、やっぱ自分流を加えた、まあ、タイガードライバーにしてもそうですしね、はい、エルボーも非常にいいものがありますよね。
まあ、小橋さん、鈴木小太郎はまあその若い頃はちょっと器用すぎる嫌いがあるというね、批評もあったんですけれども、ただやはりこのキャリアを積んできて、その器用さプラス深みも出てきましたよね。そうですね、そして重みが出てきましたね。はい、うん、まあ、そしてこの共に丸藤も小太郎も器用なところが小橋さん、三沢さんに似てますよね。そうですね、だからその器用貧乏さに悩んだ時もあると思います。そうでしょうね。でもそれがもう器用貧乏じゃなくなって、もう武器になってきた、はい、本当にもう隙のない選手になってきました鈴木小太郎であります。そのあたりは丸藤も認めています。おっと、目まぐるしいロープワークになっている。ああ、これはもうちょっと読み切れない。ああ、何より分かんなくなってます。そうですね、時間差、直角のロープに飛んでいく。おお、しかし丸藤の内もこれは2人ならでは、はい、ですね、トリッキーな動きについていきます。また出血している胸板に逆水平、小太郎はエルボーで返します。丸藤の逆水平、小太郎のエルボートラスキック、下から突き上げたスピンキック、そして死角からおっとかわした、見えないところから来るトラスキック、見切りました、スイッコ太郎、そしてローリングエルボー、トラスキック、おっと昇天こー倒れない、スイッコ太郎倒れない、至近距離からこう顎を射抜きました。おっと、ならばと首根っこを掴んで駆け上がって、知らない、やっと返した、エクスカリバー、小太郎切り返しました。佐久間さん、この辺りの攻防はいかがでしょう。はい、やっぱりお互いのこともね、よく分かってますよね、それぞれの、そして動きも正確なんですよね。やっぱこういったところでミスをしないというのも、彼らがこうしっかりと磨き込んできた技術というのを感じますよね。でもダメージが残ってますね。そうね、同じ石を持つ弟子同士の果たし合い、生まれ変わろうとするこのノアにおいて残すべきものもある、それを二人が体現している。対決戦、ほぼ二人が同時に膝をついて立ち上がらんとしております。鈴木小太郎、まだ目は生きている。兄弟子丸藤を見据えた助走をつけていく。丸藤かわす、こわー、下から突き上げましたね。小太郎が、さあここはエプロンに対比しました。なんか丸藤に狙ってますよ。そうですね、このエプロンを対比したんですが、ノアにおいてこのエプロンは安全地帯ではありません。逆に危険地帯か。丸藤がドリルホールパイルドライバーの体勢、これをエプロンに決めてきます。スイコタの膝をついた、これは賢明な選択です。ひとまずここを回避したい。この局面において断崖式を食らって危ない。ステップキック、タイツをつかむ、引きずり戻す丸藤。おっと、バックに回りました、トラスキック、巻き込むようなトラスキックです。あ、ちょっと下を確認しました。おっと、左の構えで、この構えで知らないを狙うのか。うわ、駆け上がった、知らない、小橋さん、これは完璧に決まりましたね。決まりましたね。これはね、エプロンの角で頭を打てますからね、きついですよ。佐久間さん、はい、ああいう普段やらない、まあ、ある意味このギャンブルのような技をですね、はい、この的確に決めていくあたり、さすがですよね。そして今 もうすぐ丸藤起き上がってますけど、自分の受け身はしっかり取れているんですよね。落ちる位置までちゃんと計算して、やっぱり仕掛ける前に足元を見てましたから ね、 そういったところに余力を残しながらリスキーな技を仕掛けていますよね。丸藤狙ってますよ、また狙ってますよ。丸藤、ここは十分気をつけないと。そうですね、この位置、これだけ距離があるんですが、しかし丸藤まだここから飛び技あります。スイッコ太郎、この表情です。狙います狙います狙います。小太郎が中腰で息を整えている。ここはカウントギリギリまで
息を整えたい。あ、丸藤がエプロンからテイクオフしていく。フロムコーナー、フロムコーナーというコーナー、ヘビー声で今あのレフェリーが視界と視覚になってるんですよね。なるほど、コタロは見えなかったでしょうね。さあ15分が経過。白縫い、白縫い一瞬とコタロ返した。丸藤がいい場面を作りました。小太郎コールが沸き起こっております。丸藤はノア一筋、看板を受け継ぎ守ってきました。一方の小太郎はデビューから11年、ノアで過ごし、去年9月に5年9ヶ月ぶりに古巣に戻ってきた。さあその空白の5年間を確認する一戦だ。おっと小太郎がデッサイズ、そしてそのまま固めた。しかしカウント2、小太郎の新兵器デッサイズここで出しました。そしておっと腕をクロスさせました。そのまま上げていく。ここからおっとブルーデスティニー、あー今膝にすごいダメージ。あーそうですね、丸藤の膝、これ次が攻撃に丸藤のダメージが心配ですね。あータイガードライバー来ますよ。タイガードライバーの構え、丸藤のダメージはどうか。踏ん張れるか、踏ん張れるか。膝がちょっと懸念されますが、上げた。おっと前に落とした。膝を合わせていきます。そしてバックに回ってアクション。マスドライバー、マスドライバーが火を吹いた。丸藤返せるか、返した。いや小太郎はもうこれ一気に行きたいですね、チャンスですね。鈴木小太郎惜しげもなく培ってきた技を全て解放しております。丸藤が大技構成、大技構成にさらされている。さあこだわりのタイガードライバー、さあタイガードライバーいった、際どい。小太郎のタイガードライバー返されるのは初めて。まあそうですね、いやいい決まり具合でしたけどね。あのためが効いている分、小橋さん、非常に相手としてはこう受けづらい技ですよね、あのタイガードライバーは。本当にね、これはもう小太郎のオリジナルそうです、ね、になってます、はい、タイガードライバーは、はい、向かっていきますか。もう一発狙う、オリジナルに昇華したタイガードライバー、もちろん三沢直伝であります。しかし丸藤も粘る。おっと、丸藤がここから十字に行った。久しぶりですね、こちらも。タイガードライバー、あるいはタイガーフロージョンと見せかけて腕十字、そしておっと黄色くです、ね、ここから回転してくる。あ、さあ小太郎ここは脱出したい。パーフェクト黄色く、パーフェクト黄色く、後ろで決まりますね、これ。そうですね、これで足を首にフックすれば完璧な状態。あ、これは決まってますよ。丸藤の新兵器パーフェクトキーロック、腕あるいは首のあたりを決めています。腕完全に決まっています。しかしエスケープしました。これも握られたことないんじゃないですか。そうですね、ということはやはり普段仕留める技だけでは仕留められないということですよね。そうですね、となるとその限界を超えていかなくてはならない。それはもはやこのノアの宿命、ノアで戦う男たちの宿命であります。19周年、旗揚げから19年が経った、そのメインのリングに立っているのは2人のノアと、おっとトラスキック顔面コー、小太郎がトアッパー、気持ちで返していく。ワンツーエルボー、ローリングエルボー、もう一発。しかし丸島狙っている、トラスキック、鈴木小太郎中腰、おお股の間、股の間顔面を射抜いていった。これは予想しなかったですね、小太郎予想しない。そしてコブラクラッチ、この体勢からこうがっくりと鈴木小太郎崩れ落ちた。パンチ急須か、ああ肩を上げた。
佐久間さん、すさまじい戦いになってきました、はい、そうですね、ものすごい消耗戦になってきましたよね、まあ、お互いまだね武器は残ってますから、はい、それをこうやっぱり余力のあるタイミングで仕掛けて力のある技を決めたいですよね。タイガードライバーかタイガーフロージョンか、上げたタイガーフロージョン、さあ久々に出たタイガーフロージョン、カウンター2、返しましたね。20分経過、この技フロージョン返しきったの見たことないですね。いや返しされましたね。おっと、ならばとポールシフトの体勢、丸内が吠えた、ポールシフト式エメラルドフロージョン、あっちから真っ逆さまに落としました丸内の勝利。最後はポールシフト式エメラルドフロージョン、最終奥義で鈴木小太郎の粘りを断ち切りました丸藤直道の勝利です。小林さん、はい、いや大変な戦いになりましたね。いやもう本当に限界を超えた戦い、この19年の記念試合にふさわしい試合でした、はいまさに佐久間さん、はい、まあ、これぞノアの源流という試合でしたね、はい、そうですね、やっぱりねそれぞれが歩んできた道はね異なりましたけど、源流原点は一緒なんだというのをね確かめ合えるような試合になったんじゃないですかね。そうですね、2人の人生、歩んできた人生、その思いが重なったような心揺さぶる一戦でありました。メインイベント丸藤直道の勝利です。セコンドには小川義成の姿、旗揚げメンバーである小川義成もこの試合を見つめていました。さあ今2人が握手を交わした、鈴木小太郎何を思うか。あっと今小川とも丸藤が握手を交わしました。丸藤が最後はタイガーフロージョン、そしてポールシフト式エメラルドフロージョンと持てるもの全てを出し尽くして鈴木小太郎を破りました。メインで勝ってマイク持つの久しぶりだな。まずは、ノア旗揚げ19周年記念興行、ご来場誠にありがとうございます。19年、思い起こせばもう最初からいるメンツってのは小川さんと杉浦さんと俺の3人だけになってしまったけども、だけど今ノアでこのリングを、このリングを選んで戦ってくれてる選手たち、本当に感謝したい。あなたたちがいるからノア持ってます、ありがとう。そして何よりもあなたたちがこのノアのリングを選んで見に来てくれてる、本当にありがとうございます。小太郎がノアを去った時、もう二度と会うことはないと思ったし、二度と喋らないとそこまで思っていたけども、だけどプロレスってのは本当にドラマがあると思うし、それが表現されるのがこのノアのリング唯一だと思ってる。試合もそうだ、試合の内容もそう、結果もそうだけど、皆さん俺たちのドラマをずっと追い続けてください。だけど普通のドラマと違うのは一つだけ、終わりがない。あんまり長く喋ると怒られちゃうんで、あと一つね、前の方で言ってる選手がいたけども、 N1 ビクトリー優勝するのは俺でしょう。
なあ、今日見てもらった通り、そこそこ元気だ、まだ。なあ、うん、うるせえこれやろ。ああ、最後に一つだけ俺が言いたいこと。なあ、あの売店にタオル売ってるけど、なあ、わかるか。なあ、知ってる人は、ああ、ご唱和ください。行くぞ。丸藤見たけりゃノアに来い。ありがとう。19周年記念大会、丸藤直道が締めくくりました。佐藤桜さん、はい、この丸藤直道のマークでいつも明るく振る舞っていますけれども、はい、まあ、いろいろこの考えていたこと、それがちょっと溢れ出ましたね。そうですね、まあ、やっぱりね、旗揚げ時は本当に一人の若手だった丸藤が、うん、やっぱり今こうね、背負う立場になって最後を締めるというのもね、やっぱり非常にこう感慨深いものがありますね。小林さん、はい、まあ、プロレスは時に、まあ、その人の生き方や人生が見えてくることがあります。それが今日は